ラテンパーカッションのミザリートです。イエーイ。ラテンリズム紹介シリーズ、今回はマンボというですねリズム、チャチャチャとかね、ルンバ、マンボとかね、こういろんなリズムがあるわけでございますが、ラテン音楽にはですね、今回はこのマンボというリズムを中心に、しかもですね、カスカラ、カスカラというのはこのティンバレスの横、シェルを叩くのね、カスカラというんですが、このカスカラの、グルーブ、これを中心にですね、ちょっとね、紹介していきたいと思います。イエーイ。今回紹介していきたいマンボのね、グルーブなんですが、そもそもマンボというのはですね、非常にちょっと大きな括りではあると思うんです。実際にでも、ティンバレスとか、コンガとかで演奏、ラテンのね、音楽で演奏するときに、このマンボくらいのテンポ、テンポ感のことも言ったりするんです。だいたい90くらいと言いますか。こういうような90くらいの、クトゥンチクトゥンくらいのテンポ以降から、まあなんかおよそそういうね、こう、演奏されるグループがマンボってね、言われたりもするんですが。しかしね、マンボというやっぱりあの響き、これはあの皆さんあのきっと聞いたことがあるのはあのこれですよ。あーふーっていうね、これあーふーっていうね、これあのペレスプラドガクドンっていうですね、あのペレスプラウドさん、キューバな生まれの方なんですがね、まあメキシコの方で楽団を作って、まあ有名に、世界的に有名になったのはやはりこのマンボ、ナンバー5、ね、あー、うーとかね、いろんなマンボ、ナンバー8とか、なんかいろいろなマンボあると思うんですけど。この、やはりね、よくご存知なのはこのマンボ。でもね、テンポ的にもでもこのくらいのテンポをね、よくこう演奏されるのはマンボとも言ったりもするんです。サックスセクションがね入って、まあブラスセクションの反りが入ってくるところをマンボセクションっていう風にもね呼んだりもして、まあいろんな言い方があってちょっとね、ちょっとこう混乱する時もあるんですが、マンボというと大体こうリズムのねグルーブのことを言っていると思うんですね。で、まあペレスプラウドさんとても有名なんですけども、しかしやはりルーツと言いますか、まあペレスプラウドさんがキューバ人ですからやはり1916年。だったと思うんですね。1916年生まれですから、だいぶね本当に昔の方ではありますが、やはりチャ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 ランガとかね、ダンソンの時代を生き抜いた方ですよね。で、その影響を与えているらしいんですけども、このカチャオ、イスラエルカチャオロペスというベーシストがね、おりまして、この方がね、あのやはりチャランガとか、を使っ、ダンソンとかチャランガをねのリズムを作ってのリズムで演奏されたマンボという曲がありまして、ぜひねこれ聴いていただきたいんですが、これをね非常にここから影響されたという説もございますね。で、まあ、あのメキシコで楽団を作ってペレスプラウドさんはアメリカ国の、まあどこね、すごく世界中でドーンとこう日本でもね大ヒットしました。ペレスプラウド楽団さんはね、そう日本でも話長くなってますが、あの8時だよ全員集合で、タタ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 、知らない方もいるかもしれませんが、加藤茶さんがですね、ちょっとだけよ、つってね、タンパタン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 。あれ、タブーっていう曲なんですけど、それもね、ペレスプラウド楽団さんのね、曲ですよね。ね、非常にだからその時代時代でね、日本にもとても影響が与えてるペレスプラウド楽団っていうね、すごいですよね。でもまあ、世界で有名にしたマンボウ。というリズムですね。今回はそのマンボに関してですね、ちょっとこちらのティンバレスを演奏していきます。イエイ。それではですね、具体的にカスカラ、まあこのマンボと言われているですね、2-3、今回は紹介2-3比べね、2-3で紹介をねしていきたいと思うんです。これがまあこちらからスタートすれば3-2という風にねなるんですが、このカスカラパターンとかカスカラグルーブって言われてるんですね。ここにちょっとメモしたグルーブ。タンタンタタンタタンタタスタスタ。タンタンタタンカタンカタスタスタ。という、とてもまあ、もう世界中の人がね、この 2-3 のカスカラっていうと、これを今演奏しているのがもう主流になっております。
いろいろでもね、ルーツはルンバのね、型であったりとか、やっぱりいろいろこう、このパターンに至るまではね、その、いろいろこう、ルーツはあると思うんですが、ね、ほとんどの方がこのね、パターンで演奏されてますね。少しアクセントも入れてみました。た、た、た、か、か、か、あ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 、アクセントだけそうすると、あ、あ、というね、アクセントがある、ないでは、だいぶね、また雰囲気が違ってきます。僕が感じるところはですね、結構70年代のストレートのサルサは、比較的こうアクセントがあまりない状態、ストレートのね、ダン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 、ストレートのイメージもすごくかっこいいね、時代もありますし、このアクセントがあると、少しね、ちょっとキューバ寄りといいますか、キューバ系なんかのね、流行ったリズムの90年代なんかはね、で結構このいうねアクセントが強い時代もねあったり、結構時代時代でね結構演奏も全然違いますよね。その辺もこう聞き比べてみると面白いですよね。お、なんかアクセントがあんまりないなとかね、あ、アクセントが強いとかですね、ぜひね、いろいろ聞き比べていただきたいと思うんですけども、そしてあの左手なんですね。まあ右手でこのグルーブをやりながら、タンタンタタンタタンタ、左手がまあお休みしてしまうのはもったいないでございますので、一応この譜面にですね書いたのは1 2 3 4 1 2 3 4というふうにちょっと書きました。一応基本的な動きといいますか、1 2 1 2 3 4 1 2 3 4、これは比較的当てやすいんじゃないかろうかと思うんですね。1 2 3 4 1 2 3 4、まあ、一応今回ここの講座では黒丸をですねミュートといって、ちょっと押さえつけるような、ちょっと見にくいかもしれませんが押さえる感じ、コンガでいうところモフみたいなプレス用など押してる感じ、ちょっとこう押すような止めるような奏法ですね。ちょっと特殊です。止めているようなオープンで軽くオープン、止める弾く、止める弾く、止める弾く、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、カン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 。という雰囲気なんですね。で、もう一つですね、バリエーションありまして、この2拍目の頭でももちろん、ベーシックなんですけども、ここを2拍目の裏にします。2拍目の裏。2拍目の裏。ピッとね。2拍目の裏。ワン、ツー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。タンタン、トン、トン、トン、ベースのね、トゥンバオって言われている、このラテンのグルーブ。タンタン、パパン、パパン、パパン、パン、パパン、パン、パパン、パパン。バリエーションによってはですね、こちらの2拍目の裏を、今ミュートにしてますが、これをオープンというね、バリエーションもあります。タン、タン、タン、タ、タン、タ、タン、タ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 。ミュートにすると、前半がミュートだと、タンタン、パタン、カンカン、パタン、パ。こちらを逆にしてみるというね、こういうバリエーションもまああるんですが、私は比較的通常演奏するときはこの前半のね、ニューラーはミュートすることの方が好きで、タンタン、パタン、っていうふうにね、よく演奏しています。これがね、ベースの人とこうリンクしている。タンタン、パタン、これが前、ね、先ほどの2拍目頭と2拍目裏ではかなり聞こえ方が違うんです。あの右は同じなんですよ。右は同じでちょっと今叩き分けてみますと、これが2拍目の頭で、2拍目の裏に来るとね、ちょっとこう感じが変わってきます。でもまあメインは右ですから、あの右のグルーブには変わりはないんですけどもね。ですからこの右のこのカスカラを練習していながら、左手をねちょっとまずは
まずはこの、2種類、2拍目頭と2拍目裏肉っていうね、ミュートとオープン、これがなかなかちょっと感覚はつかみづらいと思いますが、ぜひですね練習してみてください。イエイ。さてカスカラーなんですが、こちらサイドから少し映してみますとですね、このツインバレスに対してスティックを当てる角度とかね、この辺も微妙に難しいところだと思うんですが、ぜひチャレンジしていただきたいのは、このしっかりボディのですねシェル、スティックの先で叩くスタイル、しっかりして叩くスタイル、またこの位置に持ってきてスティックの先や側面で叩く、だいぶ音色が違ってきます。叩いたりでやったり、こちらの方の側面で非常にたくさんの音色が出ますので、いろいろ試していただきたいんですが、基本的にはしっかりティンバレスのね側面をボディが鳴るようにね叩いてみてください。このように弾く奏法、弾く奏法、ピタッと押さえるようなね奏法もございますね。いろいろ試してみてください。それではこちらの手前サイドから見たですね、このミュートとオープン、まあ、ティンバレスのヘッドの真ん中はですね、ミュートオープン、ミュートオープン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、もしくはワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、真ん中でミュートしてオープンにします。もちろんこれが外したところでこれでも構いませんが、真ん中の方がワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、低音が出やすいかなと思います。それでは次にですね、この右手のカスカラグルーブ、カスカラパターンをですね演奏しながら、左手で今度クラーベ、ラテン音楽ではクラーベはですねソンクラーベ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーというソンクラーベとですね、ルンバクラーベ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーというですね、ルンバクラーベ、クラーベについてはですね、またあの別のファイルでもですね、紹介させてもらってますので、ちょっと気になる方はね、そちらも見ていただければと思うんですが、このクラーベを、まあ楽団でね、どなたかがこのね、クラーベやっていただける方がいるんであれば、バンドの中にですね、その方にお任せして、先ほどのトゥンバオンっていうかね、トゥンに徹してていいと思うんですが、まあ、クラーベも欲しいな、入れてみたいという時にですね、これを下のグループなんですね。パンパンパン。ゆっくりやりますと、うっぱっぱっと同時にね、うっぱっぱ。どういうんだろう。パッパ。後半は？ね。というね、スローモーション的な感じで、これはなかなか難しいでございますね。ね。でも、同時に叩くところと、ね、ずれているというか、こうね、ずれているところとね、ありますが、これをぜひですね、まあ、ゆっくり今のように、うーん、パン、パ、パン、パ。前半はね、うーん、パン、パ、タン、パ。という感じで、後半は、ソン比べ。ルンバクラーベはですね、ルンバクラーベは、ここが4拍目裏になります。ね、ここが4拍目の裏に、8分音符ずれるんですね。まあ、ずれたといっても、カスカラグルーヴの一番最後と一致してます。タンタンタ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 ンタとね、カーブ。というですね、この 2-3 ソンクラーベとルンバクラーベはじゃあどう叩き分けるんですかということもあると思います。僕の経験値から言うと言いますと、あの1曲の中でソンクラーベとルンバクラーベ共存している曲もありますし、ずっと1曲通してソンクラーベの方が合うなという曲調、
こっち、なんかね、これはルンバのこう、うねうねしたルンバの感じの方がいいなっていうと、ルンバクラーベですから、やはり曲、メロディーや歌によって、このクラーベをね、叩き分けるのがいいかと思うんですが、一曲の中で混在してても僕はありだと思ってます。でも、2-3 と3-2のね、それがごちゃ混ぜになっちゃいけないと思いますが、まあ2-3であれば2-3でずーっとね、言っていれば、ソンクラーベとルンバクラーベは共存してもいいのかなと思うんですね。カスカラグルーヴとクラーベ。ね。でした。イェイ。さあ、次にですね、まだまだあるんです。ね、カスカラのね、右のこのグルーヴ。今度はですね、左手をこのように、右で叩いていない音符。要するにこう、叩いてない裏の音符であったりとかいうのをね、埋めていく。カスカラダブルとでも言いましょうか。こう両方のね、両方で叩くようなね。右はこれ、同じなんです。左手を、埋めている状態ですよね。カスからダブルと言いますかね。こういうね、奏法もあるわけなんですね。これね、いろいろバリエーションがありまして、いろんな方がね、いろいろ演奏するんですが、このマラカって、タッタカタッ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 タカタカタッタカタカって、このマラカのね、感じをこう、音域が似てますから、それをこのカスカラに少しバリエーションで入れて、とかね、という普通のものから、タンタカタンカンタンタカタンカンってこのグルーヴを少しね、反映させたり、ドラマーの方はぜひね、今の感じをハイハットで、ハイハットでね、僕なんかドラム演奏するときは、ハイハットワークで要するときにも今のようなね、よく使ったりします。カスカラダブル、カスカラ両方パイラとかね、私は勝手に呼んでますが、両方でパイラする、カスカラ。ね、で、今は両方で叩いたんですが、これをね、このヘッドに置いてもいいと思うんです。埋めている状態で、例えばですけど、例えばここじゃあちょっとね、オープンっぽくしてみるとね、例えばですよ、さっきのトゥンバオのようなね、ちょっとトン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 って、まああれの前4拍目をオープンにしましたが、まあここも4拍目をオープンにしてみると、なんていうようなね、まあ、いろんなバリエーションがねあるんですね。こういう風にして考えると、右のね、これさえこう死守するとか頑張ってキープして、左手でね、いろいろ動かすことができるというね、うん、なかなか楽しいですよね。楽しいとか難しいんですが、曲の中でね、どれをセレクトするかね、それもまた難しい問題だと思います。でもね、曲を演奏していて合う合わないというのもねありますから、ぜひですね、この練習してみてください。イエーイ。今回はですね、この右のカスカラのグルーヴを中心に、左手の動きといいますかね、バリエーション、トゥンバオ、クラーベ、両方パイラね、というふうな3種類の動きを紹介しましたが、でもやっぱり右が中心ですので、ぜひですね、右手のこのね、アクセントを入れながらね、このグルーヴぜひね、挑戦してみてください。これにね、さらにこうベードラとかね、いろいろこうスネアドラムみたいなね、いろいろこうドラムとティンバレスを組み合わせるような、そういうのもね、でも全ては基本はこのグルーヴの中に、それにこうレイヤーを重ねるようにベードラ入れたり、ね、スネア入れたりするとさらにね、面白くなってくるとは思うんですけども ね、ぜひ挑戦してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。
ぜひですね、チャンネル登録していただきまして、ね、いいねボタンを押していただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いします。パーカッションのミザリートでした。イエーイ。